ちょっと暑いな。あれ？ダイヤさんにカナンちゃん、部室で何してるの？ちょっと生徒会の急ぎの仕事がありまして、カナンさんに手伝っていただいているのです。ごめんなさい、すぐに終わらせますわ。たくさんのプリントが机の上にありますね。夏休みの過ごし方、これ全部ダイヤさんが作ったんですか？ええ、去年の原稿をもとに作成しただけなので、そこまで手間をかけたわけではありませんが。と言っても去年の冊子を見てテキストデータに打ち直してるから構成が大変なんだよ。注意してても意外に誤字脱字が多くて、とまた誤字を発見。ダイヤ、このページもよろしく。わかりましたわ。こちらの分はもう修正を終えましたから、あとは。けど夏休みの過ごし方って毎年終業式のホームルームに配られる冊子だよね。これって毎年生徒会の人たちが作ってくれてたの？いや、普段は昔からのテンプレートを使い回してるんだけど、そのファイルデータがこの前の停電で飛んじゃってね。それで今回学校からの依頼で生徒会が改めて作ることになってさ、私はダイヤの手伝いで原稿のチェックをやってるってわけなんだ。でもカナンさんに手伝っていただいて大助かりですわ。急いで作ったせいで見落としていた箇所がたくさんありますから。確かに自分で書いた原稿を自分でチェックするより他の人に見てもらった方が間違いに気づきやすくなるって言うからね。あら、それならマリーも手伝うわよ。2人より3人の方がはるかに効率的でチェックもはかどるでしょ。マリさんの夏休みに向けていろいろと作業が終わりだとこの前おっしゃっていたでしょ。それにマリさんのチェックは、その、ああ、わかる。マリは誤字とかってあんまり気にしなさそうだもんね。ざっくりとしてね。いいじゃない、相手に意味が伝われば多少の誤字なんてノープロブレムにゃん。ですわ。生徒だけではなく、その保護者の方々に見ていただくためのページもあるのですから、ミスなんて許されませんわ。そこまで気にしなくてもいいのに。だいたいみんながちゃんと読むかも怪しいところだし。よしこちゃん、空気を読むずら。そんなことを言ったら一生懸命作ってくれてるダイヤさんとカナンちゃんに失礼だよ。私はただ、そこまで丁寧にやらなくても悪く思う人なんていないから気楽にやればっていうつもりで。よしこ言うな。よし、最後のページもこれで終わりっと。ダイヤ、こっちの修正でラストだよ。ありがとうございます。これで完了ですわね。助かりましたわ、カナンさん。お疲れ様です。ダイヤさん、カナンちゃんも。そうだ、何か飲み物でも入れますね。お心遣いありがとうございます。それではお言葉に甘えて温かいお茶でもいただけますでしょうか。あ、ルビーも手伝うよ。待っててね、お姉ちゃん。お願いしますわね。思った以上に早く仕事を終えられて本当に良かったですわ。最初から言ってくれればもっと早い段階で手を貸したのに。私が偶然見かけなかったら一人で片付けるつもりだったんでしょ。引き受けた当初は例年の原稿を打ち直すだけですから、そこまで手がかかるとは思っていなかったのです。計算違いでしたわ。ダイヤは普段からちょっと抱え込みすぎだよ。せっかく私たちがいるんだから、もっと遠慮なく頼ってもらいたいな。その通りですわね。次回から改めますわ。でもこの冊子の表紙を眺めてると、もうすぐ夏休みだなって感じがするね。海水浴に花火大会、どこに行っても楽しそう。それに夏はスクールアイドルとしても大事な時期だよ。各地でイベントがたくさん開催されるし、その準備と練習も忘れないようにしないとね。そうだね。この夏の活動はどんな感じになるのかな。お姉ちゃん、お茶の準備ができたよ。
ルビー。はあ、温かな香りに包まれていると心が安らぎますわ。そう言ってもらえると嬉しいです。あれ、ダイヤさん、画面に新しいメールが届いたって表示されてますよ。メールですか？どなたからでしょう？どれどれ。プール開きライブ、スクールアイドル参加募集のお知らせ。ストーリーを選んでくれるかしら。プール開きライブ、それって泳ぎながらのライブになるの？ルビー、泳ぐの苦手だからちゃんとダンスしたり歌ったりできるかな。いやいや、さすがにプールの中でライブはやらないでしょう。ほら、ここにプールサイト近くの特設ステージで行うって書いてあるよ。なんだ残念、せっかくシンクロナイズドスイミングみたいなことに挑戦できるって思ったのにな。チカちゃんたら。ところでダイヤさん、そのイベントってどこのプールで行われるんですか？隣の県にあるレジャープールのようですがね。最近リニューアルが行われて、そのお披露目を兼ねた催しと書いてありますわ。あそこなら確かこの前テレビでやってた。アトラクションみたいなものも増えてすっごく綺麗になったんだって。けど内浦から現地まで少し距離があるね。イベントが終わって家に帰る頃には結構遅い時間になっちゃうかもだけど、どうする？私は応募すべきだと思います。もっと多くの人にアクアというグループを知っていただくきっかけになりますしね。ダーリーも賛成よ。せっかくだから応募してみましょう。プールサイドでライブなんて面白そう。衣装はやっぱり水着がいいかな。夏っぽいワンピースもいいよね。ライブが始まるまでは自由にプールを使ってもらって構わないって書いてあるわ。せっかくだからみんなで泳ぎに行ってみる？さすがはリトルデーモンリリー、ナイスな提案よ。ちなみにヨハネは、この寄せては返す波のプールとかがビビッと金星に触れて。ねえカナンちゃん、このプールの上に浮かんでる大きな透明のボールは何かな？ウォーターボールかな。この中に入って水の上を歩く遊びだよ。動きのある海とかだと難しいけど、プールなら結構楽しめるかもね。そうなんだ、これならルビーも大丈夫かも。よしこちゃんに花丸ちゃん、もしよかったら一緒に遊ぼうよ。浮き袋の中に入って水の上を移動するだけなんて味気のないこと、この上ないわ。ヨハネが求めているのは、日常の中の非日常。それじゃマルはルビーちゃんと2人で楽しんでくるね。はあ、3人で遊びたかったのに残念ずら。一緒に行かないなんて言ってないでしょ。その代わりそれが終わったら波のプールだからね。皆さん、まだ応募すらしていないので、そのプールで遊ぶことができるとは決まっていないのですが。ああ、そうだったね。ごめんごめん。それでどうやって応募すればいいの？グループの PR 文と曲の PV、 それと全員のプロフィールを送ってくださいだって。で、これ締め切りまで全然時間がないよ。早く準備しないと間に合わなくなっちゃうんじゃ。問題ありませんわ。 PV と全員のプロフィールはあらかじめ作ってあったものを使います。残りのグループの PR 文は、私たちアクアは内浦湾の岬にある浦の星女学院の生徒が集まって活動するグループです。こんなところかしら。プールのイベントへの応募ですから、海が身近にあるというアピール内容をまとめてみましたが、いかがですか？読むだけでやる気が伝わってくる素敵な PR 文ね。さすがはダイヤ。これで応募しましょう。うん、私も悪くないと思うよ。
イビングショップに団体のお客さんの予約が入ってるんだよ。かなり人も多くて前日から準備しないと間に合わないかもだから、どうしようかな。え？そうなの？二つを掛け持ちしても大丈夫そう？そうだね。終わりの時間から逆算してここのバスを乗り継げば、うん、ライブが終わってからすぐに帰れば問題ないと思うよ。ならよろしいのですが、もし不都合があるようでしたら遠慮なく、ちゃんとおっしゃってくださいね。わかってるって。本当に困った時はちゃんと相談するよ。ええ、お任せください。さて、お待たせしました。それでは練習を始めましょうか。はーい、みんな今日も張り切っていこう。ストーリーを選んでくれるかしら。みなさん、この前応募したプール開きライブの事務局からお返事が届きましたわ。あら、もう届いたのね。それで結果は？合格ですわ。私たちは晴れてライブイベントに参加できることになりました。本当に？やったー！プールサイドでライブ楽しみじゃ。よしこちゃんも一緒に波のプールで遊ぼうね。ツラメルがそこまで言うなら付き合ってあげるわよ。ん？あれ？どうしたの、タイヤさん？せっかくライブができるって決まったのに、なんだか浮かない顔してるみたいだけど。あ、いえ、別に心配事というほどではないのですが、実は事務局の方からライブが終わった後にプールの広報活動を手伝っていただけないかお願いが書かれてありましたの。何でも新しくできた波のプールのウォーターアトラクションの中に2人同時に体験できるボディーボードがあるそうなんですが、そちらの PR の一つとしてカナンさんとヨウさんに波乗りの実演をしていただけないかとのことでした。え？私とカナンちゃんがボディーボードを？ボディーボードってサーフィンよりも初心者向けのアクアスポーツでしたっけ？ええ、特に難しい技の披露は必要ありませんが、宣伝用に撮影が入るので写真映えする演技をお願いしたいそうです。つまりスクールアイドルがボディーボードに挑戦みたいな記事を作りたいんだね。でもどうして二人に？応募した私のプロフィールに水泳部って載ってたのを見たからじゃないかな。カナンちゃんも特技の項目に水泳って書いたよね。うん、なるほど。それで私たちに頼みたいって話が来たってわけか。もちろん私は OK だよ。プールでのボディーボードは初めてだけど面白そうだしね。でもこれってライブの後だよね。それが終わってからだとカナンちゃん帰るのが遅くなっちゃうよ。そうだった。どうしよう。ご心配には及びませんわ、カナンさん。ボディーボードの実演には私とヨウさんが出ます。え？なんでタイヤさんが？先方からのメールを拝見しますと、第一希望はカナンさんとヨウさんですが、もし他にやってみたいメンバーがいれば大丈夫と書かれてあります。であれば私が代わりを務めても問題はございませんわ。いや、無理しなくていいよ。気持ちは嬉しいけど、ダイビングショップの手伝いの方は何とかするから。いえ、カナンさんは最初からライブのみの参加と分かっていました。でしたら今回の応募を強く進言した私が出るべきかと。それにカナンさんほどではありませんが、私もマリンスポーツは苦手ではありません。お任せください。でもお姉ちゃん、ボディーボードってやったことなかったよね。以前カナンさんと一緒にサーフィンの手ほどきを受けたことがあります。全くの素人ではありませんわ。いや、それって子供の頃の話だよね。それに結局波には一度も乗れなかったんじゃ。あの時はあの時です。最近は暖かい日が続いていますので、
海で練習することができますし、技術を磨いて本番に臨みたいと思います。わかった。そこまで言うなら今回はダイヤに任せることにするよ。じゃあ私がコーチ役を引き受けた。練習してコツさえつかめばきっとできるようになるって。ありがとうございます。お二人ともよろしくお願いいたしますわ。うんうん、一緒に頑張ろうね。暖かくていいわね。ようちゃんとダイヤさん、しばらく部室に来てないけど、どこの浜辺で特訓してるのかしら。ようちゃんが前にサーフィンの練習をしてたところだって言ってたから、多分あの辺りだと思うけど。ん？あそこにいるのダイヤとヨウじゃない？ほら、あの岩場の影になったところ。ダイヤさん、視線は前に向けたまま姿勢を維持して。波の動きを気にしすぎるとバランスが取れなくなるよ。はい。悪くない感じなんだけど、波にうまく乗ろうと思いすぎてかえって力が入っちゃってるね。お姉ちゃん大丈夫？タヤさん。もう1時間が経ったね。少し休む。いえ、もう少しやらせてください。せめて波の上で安定させる感覚だけでも掴んでおきたいのです。あと1回で、それが終わったら休憩だよ。ほんとダイヤは何事においても真剣で努力家よね。だけど、うん、実は私もマリと同じことを心配してるんだ。どうしたの、カナンちゃん。ダイヤさんのことで何か気になることでもあるの？いや、練習の仕方は間違ってないんだけど、ねえチカ、それにみんなもちょっとだけ協力してもらってもいいかな。協力？休憩終わりですわね。さあ練習に戻りましょう。ダイヤさん、さすがに疲れが溜まってきてるようだし、もう少し長めに休みよう。姉ちゃん。ルビーちゃん？それにみんなもそんな格好してどうしたの？ボディーボードに挑戦してもいいかな。ダイヤさんが練習してるところを見てたら、私たちもやってみたくなったんだ。せっかくの練習の邪魔をしてごめんなさい。ダイヤさん、少しだけここの浜辺を使わせてもらってもいいですか？それはもちろん構いませんが、ボードは私が今持っているこの1枚だけしか。だったらみんなでシェアして使いましょう。独り占めは良くないわ。それじゃ一番は私ね。よーし、頑張るぞ。チカさん、それを皆さんがお使いになられては私の練習が。まあまあダイヤ、まだ日が暮れるまで時間があるんだし、その間は休憩しててよね。ああ、わかりましたわ。ヨウさんも申し訳ありませんが、それでよろしいでしょうか？もちろん。さすがカナンちゃん、こうすればダイヤさんを休むしかなくなるもんね。ダイヤは放っておくとオーバーワークになるまでやり続けちゃうからね。それにチカたちのやってるところを見れば、今足りないものに気づくんじゃないかなって。うん、いい感じ。あとは力を入れすぎないで波の流れに合わせて。わかりました。でも最初の頃と比べると随分上達したと思うよ。ただ波に乗ってボードを操作するときにちょっとタイミングがずれるんだよね。行きますって言ってから半歩を遅れるっていうか。申し訳ありません。もう一度挑戦させてもらってもよろしいですか？気持ちはわかるけど、今日はこの辺にしない？そろそろ水温も下がってきたしね。仕方ありませんわね。
ナンさん、このボディーボードお借りしてもいいですか？家でも練習してまいりますので。お姉ちゃん大丈夫ですわ。必ず本番までに波に乗れるよう努力いたしますわ。ストーリーを選んでくれるかしら。ダイヤさん起きてよ。ダイヤさんってば。ようさん、いつの間に生徒会室に？さっきからいたよ。放課後になっても部室に来ないし、教室にもいないみたいだから探しに来たんだけど。そうでしたか。申し訳ございません。うかつでしたわ。ずいぶんぐっすり寝てたよ。毎日放課後はボディーボードの練習漬けだったし、疲れが溜まってるんじゃない？いえ大丈夫ですわ。今参りますので、先にいつもの浜辺へ向かっていただけませんか？今日は海じゃなくてプールで練習しない？プールでですか？私にちょっと考えがあるんだ。あ、ボディーボードはコナンちゃんに用意してもらってるから着替えるだけでいいからね。あ、はい。お待たせしました、ヨウさん。ところでお考えとは何でしょうか？その前にちょっと準備するね。このボディーボードをこうしてプールに浮かべて、はい、乗ってみて。これが今日の練習ですの？うん。ダイヤさんって波の動きを意識しすぎてバランスを取ることを忘れちゃってるような気がするから、だから一度まっさらな気分でボードに乗ってプカプカした感じは味わってみるのはどうかなってね。なるほど。自転車もペダルを漕ぐことより、まずまっすぐに進む感覚を身につけることが先決と言いますが、それに近い考えですわね。ではやってみますね。と、乗れましたわ。それじゃあぼーっと空を見上げてみて。力を抜いてリラックスして。心地よい感じですわ。水に浮かぶ感覚ってこんなに気持ちいいものだったのですね。そうだよ。水に浮かぶってすっごく気持ちいいんだから。この前のチカちゃんたちもボディーボードを楽しんでたでしょ？確かにみんな失敗ばかりでしたけど、いっぱい笑って楽しそうでした。ダイヤさんはアクアのために絶対成功させようって頑張ってくれるけど、それ以上に私はダイヤさんにもっと水で遊ぶことを楽しんでもらいたいんだ。あの日のチカちゃんたちみたいに。え？自分でも不器用だと分かっていますわ。ですがやはり役目を引き受けたからには、本番では失敗してはいけないと考えると、つい失敗した時は私もプールに飛び込むよ。けどその後はみんなに向かってボディーボードは楽しいよって全力でアピールしよう。それで喜んでもらえたら万々歳じゃない？だから思いっきり失敗して楽しんじゃおうよ。失敗して楽しむなんて、ヨウさんは面白い考え方をするのですね。よかった、お姉ちゃん楽しそう。肩の力が抜けたって感じがするね。これならきっと大丈夫ずら。まったく、成功しなきゃいけないわけじゃないって自分で言ってたのにね。ダイヤはね、人の失敗は許せるけど自分の失敗は許せないのよ。何事にも真剣なあの子らしいわ。でもあんなに頑張ってるんだもん。当日の実演成功するといいな。あの二人の頑張ってるところを見ることができないのが残念だけど、みんな私の分までダイヤのこと見守ってあげてね。ええ、もちろん。カナンちゃんの分も精一杯応援してくるわ。音の木坂学院では私が生徒会長、のぞみが副会長をしているの。終わった。みんなライブお疲れ様。
客席のリトルデーモンたちも盛り上がってたし、ライブは文句なしの大成功ね。あとはね、今って何時かな。あっちの壁に時計があるずら。カナンちゃん、帰りのバスには間に合いそう？うん、この時間なら大丈夫そうだよ。電車が出る時間までにはまだ少し余裕があるから。それよりダイヤこそ本当に大丈夫？あの波のプール、思ってたよりも流れが速かったけど。問題ありませんわ。どれだけ速い流れでも浜辺の波ほど力強くはありませんし。そうだね。昨日もダイヤさん普通にボディーボード乗りこなしてたし、きっとうまくできるはずだよ。とっても上手だった。私もあんな風に乗れたらって見とれちゃった。リリーが波に乗った直後に海に落ちちゃってたからね。カメラを持ってなかったのが残念だったわ。よしこちゃんの落ち方も頭から一回転してて見応えがあったずら。あ、決定的瞬間はスマホで撮影しておいたから今度送ってあげるね。ずらまる、送らなくていいからすぐに消しなさい。乗りこなすことができたのは毎日ヨウさんとカナンさんに特訓していただいたおかげですわ。お二人には感謝しかありません。いやいや、やっぱりダイヤの頑張りがあってこそだよ。私なんて、そろそろ時間だ、もう行かないと。気をつけてお戻りになってくださいね。あまり急ぎすぎるのは怪我や事故のもとですから。わかってるよ。じゃあダイヤ、それにヨウも頑張ってね。任せてかな。また明日ね。廊下濡れてるんだから走ったら危ないわよ。あんなに慌てた様子でカナンさんが無事に戻れるのか、そちらの方が心配になってきましたわ。大丈夫よカナンなら。それよりダイヤ、そろそろリハーサルの時間じゃない？確かにそうですわね。ではヨウさん、私たちも着替えましょうか。着席で応援してるから。うん、応援よろしく。さあダイヤさん行こう。ええ、ヨウさん、ストーリーを選んでくれるかしら。もう着られたらいいな。やっほー、カナンちゃん。やあ、いらっしゃい。昨日は夜遅くに帰ってきたってメールがあったけど、結局あの後はどうだった？とっても楽しかったよ。バスの出発まで時間があったから、帰る前に少しだけプールで遊んできたんだ。アトラクションがいろいろ工夫されててとってもシャイニーだったわ。夏休みに入ったらゆっくり遊びに行きましょう。そうそう、ヨウちゃんとダイヤさんのボディーボードヨシコちゃんがビデオに撮ってくれたんだよ。じゃあ早速見せてもらおうかな。お客さんたちもさっき帰ったところだから、みんな入って。お茶でも出すよ。わーい、お邪魔します。ヨウから借りたビデオカメラが完全防水タイプでよかったわ。まさか一番前の席があんなに濡れるなんて。じゃあ再生するわよ。あ、映った映った。息もぴったりだし。でしょでしょ、特に立ち上がるタイミングはバッチリだったんだよ。ですが波に乗った時の私の姿勢少し乱れていませんか？そう？全然気にならないけど。それよりやっぱりわかる。よしこちゃんすっごい大声でダイヤさんとヨウちゃんを応援してたんだよ。悪かったわね。なんかこう反射的に叫んじゃったのよ。けど映像もしっかり綺麗に撮れてるよ。応援に夢中になっても役割を忘れないのはさすがよしこちゃんずら。ありがとう。今度から撮影するときは
マスクしてカメラを構えることにするわ。そこまでする必要はないと思うけど。ですが、よしこさんの応援は演技中にも聞こえてきて、とても励みになりましたわ。気にかけてくれてありがとうございます。まあ同じアクアなんだから、それくらいはね。そういえばダイヤ、ずっと聞きたかったんだけど、どうして私の代わりにボディーボードの実演をやるって言い出したの？あの時誰かが言い出さなければ、事務局からご指名があった通り、ヨウさんとカナンさんで決まってしまうと思ったのです。実際カナンさんは無理をしてでも引き受けようとされていました。ただそれだとお家のお仕事に差し障りが出てしまいますし、ならば私がお受けした方が全て丸く収まると考えて手を挙げさせてもらったのです。生徒会のお手伝いのお礼もありましたしね。そうだね、今回は私が無意識のうちに抱えちゃってたってわけか。でもおかげで助かったよ、ありがとう。お気になさらず。それにしてもボディーボードとは予想以上に大変な競技でしたわ。見事波を乗りこなした昨日のヨウさんは素敵でした。まあ水の上と中のスポーツに関してはこのヨウちゃんに任せてね。ところでヨウさん、もうすぐ夏休みですが、宿題の計画は立てましたか？アクアの練習と遊ぶ計画はできてるけど、宿題の予定はちょっとだけというか、全然というか、その真っ白。そうですか。では波乗りのコツを教えてくださったお礼に、私がヨウさんの宿題をサポートいたしましょう。ご安心ください、すべての宿題が終わるまで私が責任を持ってしっかり見張らせていただきますわ。そのお礼はいらないよ。大丈夫ですわヨウさん、宿題も楽しむことできっとはかどるようになるはずです。楽しめないってば、それは無理だから勘弁して。コーチと教え子の立場が入れ替わっちゃったわね。今年の夏も騒がしくなりそうだね。小さい頃は賢い可愛いエリーチカ